法ないかな。消死力を、消死力をしよう。明日はごめんなさい、配信ないんです。実を言うと家を見に行きます。明日かねてよりの、あれ明後日かな。なんか絶対説明投資用意しとくか。明後日ちょっと用意しとこうかな。すんません、申し訳ねえ。マジ何億ない、1億ぐらいかな、軽く見積もって1億ぐらいかな。展示されてんの笑えるな。家を買う、あーごめん、買うって言うから賃貸買ったら、だってあれじゃない、そこから動けない、何かあっても辛いよね。地震とかもあるみたいな、あれ話あるし、なかなか買えないわ。買うなっていう気持ちにならない。豪邸から配信するわ。血は仰いでくれる人を横にして配信したいわ。今は叶えばいいよね。危ないな、危ない危ないって散々言われてるもんね。前なんかサミットかなんかが家買って買ったみたいなツイートしてた覚えが、サミットじゃなかったっけ、萌えだっけ、 GO のどっちか、どっちかがそれをツイートした覚えが。アメリカは土地広いからな、家とかも東京より安そう。高い賃貸だったらっていう感じもあるんかもしれないですね。高い賃貸入るぐらいだったら、まあもうなんか買っちゃった方が早くないみたいな感じかな。でも買うのはな、怖いからな、リスキーだ、ちょっとリスキーかなと思ってる。マジな話すると、もうじゃない、もうじゃない、もうや、え、もうもうっていうものあれ、え、もう、え、もうなの、モーっていう選手はいるけど、モーっていう選手は別にいるよね、ウクライナに。ああそうなんだ、てかここにあるんだ。へえ、アメリカに住むか、いっそアメリカに行くか、みんな、みんなで。なんか村、村まで売ってたよね、買えるぐらいの金額で。この村はもうどうしようもなくなったから売りますみたいな。どうも、うまいかな、不安だけどよろしくお願いします。みんなで優勝ぜ、電池を求めて。天草四郎になろう、天草四郎みたいな感じで行こう。やべ、打ち合いになった。170ダメージ、ゴリゴリ170ダメージ。でも相手心臓止まった。イエーイ、テンション止めてけ。
銃が怖い俺。銃怖いわ。なんかあれじゃない、もうなんかゲームやってたら撃たれそうじゃない。ネットカフェとかでやったら撃たれそうで怖いん。無人島があってインフラ引くのが大変じゃない。そもそもインフラ大変じゃないですか。なんか撮影系ってさ、基本的にあれじゃん、持っていけばいいけど、配信ってなるとちょっと別だからな。パソコン持って、だってネット回線まで通さないといけないし、超大変そうだよね。怖いよ、銃が怖いな、マジで。それは怖いね。外で配信とかしてたら、マジで、いきなり発砲されそうじゃない。怖いわ。衛星通信はでも、そのうち、あれでしょ、どこでもピン50か60ぐらいで、ね、接続できるようになるんでしょ、そのうちだけど。え、何あれ、やばくね。え、やばくね今の。え、え、やばくね今の。ゴーストライダーじゃなかった。ガチガチゴーストライダーだった。触って、まあ、これが命の重みなんだなと思った。これが人権か。あ、あーそこか。なるほど。いやー、ダイナマイト持ってくればよかった。ダイナマイト。やばい。やべ。めっちゃイムイン、怖い。めちゃくちゃイムインだけど、イムインやつ多くね、マジで。やばいんだけど、すげえ削られたんだけど、突然。インフラ引くまで録画配信で拾ってから生放送に。ああ、なるほどね。賢いね、それ。そうすればいいのか。ワンチャンある。サブマシンガン誰も持ってないんだけど。難しい、フォートナイト。難しいこのゲーム。でも面白いんだよな。圧倒的に面白いんだよ、マジで。ハートコもそうだけど、なんか、まあ、なんか勝てないゲームほど面白いのかな。やばいよね、ハマっちゃうよね。ハースソンとかもやばいわ。外で俺中毒で、待って。少しでも隙間時間あったら起動するからね、ランク戦。マジハマってる。これね、マジでね、やっぱこのゲームってすごいんだと思うわ、本当に。こんなゲームないな。とんでもないコメントしてるな。どうしもなく面白いんだよな。オーバーウォッチね。いや、オーバーウォッチもな、オーバーウォッチ別に悪くはない。オーバーウォッチ悪くないっすよ。オーバーウォッチ悪くないんだけどな。キャンプが少ないのがいいのかもしれん。やっぱりそういうことなのか。なんだかんだ言って。まあいいや、明日ちょっと、まあ、全然話変わるけど、さっきのジェームズって人の動画見て、ちょっと FPP 練習してくるわ。練習してくるってか、練習ってか、まあイメージしてくるわ。練習はできないけど。なんかね、そう、オーバーウォッチソロで遊ぶとね、やっぱりね、こう、
ギーってなる。ギーってならない。あー、ギーってなる。うん。そうね。答えたら間違いなく余ってるゲーム。いいゲームですよ、本当に。いいゲームなんだけどな。本当にゲームはいいよ。クロスファイアとすごい似てる。なんかその境遇が。いい夢なんだけど、それそこから先がないみたいな。まあね、俺もギーってなるからな、フォートナイトで。そういうことなんだろうな。怖すぎなんだけまだいましたね、多分。ブルーッつったら、あ、いたわ。クマがいる。いや、あいつエリアかぶってる。捕獲したー。大丈夫だよ。捕獲した。バチコーン。あ、死ぬからな。いや、でも一回見たら大丈夫。トラップ全部自分の手であると思う。レティクル合わせるとあれだな。いやー怖いよ、ほんと。
らったら終わりだからな、本当に。終わりよ。即死よ、あんなん食らったら。恐ろしいゲームだわ。このゲームの怖いとこって、本当即死ってるとこだよ、ね、ああいうのね。いるね、さ。あ、いるわ。確定でいるわ。見えた。ちょっと一回帰るか、一。正面側のあそこ行きたいな。下登る。降りたな。いや、降りてないか。ちょっと下がっただけか。一撃で終わるかな。ビシャーッとか言って。なかなか厳しい。厳しいってか、まあ、なんかワンミスしたら死亡みたいな。なんか怖いよね、本当に。まあ、PUBG とかでももっとワンミスしたら死亡感あるけど、あのゲーム車の折り方一つで死ぬから怖いわ。なるほど。手腕的な経験だな。さっきも事故りまくったっていうか、死んじゃったかな。ちゃんと取りたいな。あ、もうやっぱこうやって考えてると真剣にやりたくなってくるな。あ、いる。マジか。まず一人だ。1回2回2人で、いや、あとどうなるかだな、マジで。あと、あ、いる、1人。あいつか。3人いるな、あっちに。あそこ3人いるんだけど、やばくね。集合住宅じゃん、完全に。マジ集合住宅でしょ。でしかも相手側になった。ちょっと見てるか。戦いに真剣になってる間に友達逃げちゃう。モンスターハウス、やばい。あれモンスターボックスだよ。モンスターボックスは違うよ、ケニーさん。え、そっち側に動くの。ちょ、走る林、戦うあいつら。俺に気づかないでくれ、頼むから。やべ、バレた。お、相手側にどんどん寄っていくんだけど。相手の方に、エリアも相手の方に行ったけど。チクんな。やばい、なんか喧嘩打ってきた。2人降りた。
ダメ。やばすぎ。今のソロやばすぎ。ハルシェンさん100シーンありがとうございます。もうなんだこのゲーム。元気でさ、200試合ありがとう。ナイスです。ありがとうございます。もう寝よう、今日はもう寝るんだ、もう俺は。俺はもう寝るんだ、今日は。 GG ゆきせんさん、100試合ありがとうございます。やば、GG。 やりごたえありすぎる、一試合一試合が。マジで。やりごたえありすぎなんだが、マジで。いのりさん、100試合ありがとうございます。熱い試合でした。